少ない狙われるなんて光栄だね。よくこいつ有名な両面つくのは腕が4本顔が2つある仮想の騎士だが、そいつは実在した人間だよ。1000年以上前の話だとね。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。宿儺の名を冠し、死後呪術として時代を渡る死亡さえ僕らは消し去ることができなかった。孫うことなき呪いのようだ。先生とはどっちも強い。そうだね、力の全てを取り戻した宿儺ならちょっとしんどいかな。おまけじゃん。Thank you.